私はサキ、10ヶ月になる息子を育てる専業主婦だ。夫のユータとは3年前に結婚、夫婦仲もよく幸せに暮らしている。でも一つだけ、私がどうしても許せない夫の癖があった。今日は毎月恒例の夫の幼なじみ2家族との夕食会。幼稚園時代からの付き合いで大人になってもこうして集まれるのは嬉しいよな。ほんと、じいちゃんになっても毎月集まろうな。奥さんたちと私は同年代で、子供たちも年が近いためいつも楽しみにしている。食事会の最中、息子の翔太がぐずり出した。私が息子を抱っこしようとすると、それよりも早く夫が抱き上げた。さすがイクメン、動きが早いね。俺なんて娘が泣いたらすぐ奥さんにお願いしちゃうよ。何言ってんだよ、二人の子だろ。夫は得意げに息子をあやし、抱っこしたまま語り出した。俺は仕事から帰ったら寝かしつけもおむつ替えもほとんどやるぜ。奥さんは昼間ずっと息子と一緒なんだから、夜はゆっくりさせてやらなくちゃ。分かってんだけどね。この話を横で聞いていた私は思う。また始まったよ。実際は何もしたことないくせに。そう、私の夫は外出先でだけイクメンを気取るアホ旦那なのだ。私は最初こそ反論したが、今では面倒になって黙って聞いている。夫の幼なじみたちはイクメンアピールをすっかり信じているらしい。食事会から帰宅後、ちょっとまたみんなに嘘ついたでしょう。おむつ替えも寝かしつけも一度もしたことないじゃないの。まあまあ、ちょっとぐらいいいじゃん。よくないわよ。せめて私が何もしないっていう嘘はやめてくれない？夫は自分をよく見せるだけでなく、私のことは家事をしない嫁という設定にしている。イクメン気取りだけなら許せるが、私の評判を落としてまで自分をあげる根性が許せない。世話をしないだけで息子のことを可愛がっているのは本当だし、仕事が終わればすぐに帰ってくる。これさえなければいい旦那なんだけど。前回の食事会から数日後、ママ友の弥生さんから連絡が来た。さきさん、今度女だけでランチない？リエさんも誘ってさ。いいね、楽しみ。弥生さんとリエさんは夫の幼なじみの奥さんということで出会ったが、とてもいい子たちなので、私は喜んで OK の返事を出した。リエさんの家でランチ、女だけのランチ会はとても楽しかった。しかし、主婦が集まり話が弾むと、どんどん話題は旦那の愚痴に。うちの旦那、飲み会ばかりで全然帰ってこないんだよ。うちだって、この前なんかキャバクラの名刺見つけたよ。そんなとこ行く金があるなら、早く帰ってほしいよね。みんなで旦那の愚痴を言い合ってストレス発散するのは気持ちよかった。旦那が偽イクメンだって話してみようかな。そう考えた私は思い切って旦那が偽イクメンであることをバラした。すると二人は意外な反応に。やっぱりね、そんな気はしてたわ。うちの旦那は信じてるけど、私も怪しいと思ってたんだ。だってゆうたくんが語る子育て論、いつも遅いんだもん。気づいてたの？男は騙せても母親の目は騙せないわよ。二人の反応に驚くと同時に私は安心した。そして、これまで貯めてきた旦那への思いをぶちまけた。実はおむつ替えもしたことないこと、私が何もしない嫁だと嘘をついていること、それ以外に夫への不満はないこと。じゃあさ、ゆうたくんに3人でお灸を据えてやろうよ。いいね。妻を悪者にする旦那には反省してもらわないとね。二人ともありがとう。その後、3人で夫を懲らしめる作戦を考えた。作戦決行は毎月恒例の食事会。リエさんの家で集まり、食事の準備を始めたところで作戦を開始する。あれ、ごめん、買ったと思ってたお肉がなかった。お肉がないとメイン料理がないもんね。私ちょっと買ってくるわ。悪いけどサキさんついてきてくれない？いいわよ、弥生さん車の運転苦手だもんね。サキも行くの？翔太は？翔太くんは置いていけばいいじゃない。ひよたくんいつも面倒見てるんだから問題ないでしょ。そうだよ、休みの日とかいつもお前が見てるんだろ。もちろん全て嘘だ。私がいない状態で翔太の面倒を見たことなどない夫はうろたえている。でもそんなこと言えるわけもなく、夫は当たり前じゃんと引きつった笑顔で言った。私はその顔を見て笑いそうになるのを必死で抑えた。じゃ、行ってきます。私が出て行こうとすると、私と片時も離れたことのない翔太は号泣。
でもこれも作戦のため、リエさんもいるし大丈夫。そう自分に言い聞かせて私は買い物に出かけた。私が出かけた後の話はリエさんから教えてもらった。号泣する翔太はいくら旦那が抱っこしても泣き止まない。リエさんはあえて手を貸さなかったらしい。全く夫に懐いていない息子の様子を見て、リエさん&弥生さんの旦那さんも途中からうすうす感づいてきたという。お前本当にいつも子供の世話してるの？俺も思った。翔太全然お前に懐いてないようだけど。何言ってんだよ、今日は自分の家じゃないからちょっと緊張してんじゃないかな。それでも夫は嘘を認めなかったらしい。ここでリエさんが新たな作戦を決行する。もしかしておむつが濡れてるのが気持ち悪いんじゃない？ゆうたくん、変えてあげれば？いや、さっきサキが変えてたよ。でも一度のおしっこで嫌がる子もいるし。はい、うちの子の使って。そうだよ、そんなに泣いてたらかわいそうだし。断れなくなった夫はしぶしぶ人生初のおむつ替えをすることに。息子を寝転がせておむつを脱がせ、新しいおむつを手に取った瞬間、おしっこをかけられたらしい。うわぁ、何すんだよ。ゆうたくん、男の子のおむつ替えるときはまずここをこうして。そんなの聞いてないよ。夫のその一言でみんなえっとなったそうだ。そんなのも知らないってことはおむつ替えなんかしたことないんだろう。夫は何も言えず黙り込んでいたらしい。その後、私が帰るまで友達二人からいろいろ聞かれ、夫は偽イクメンであること、私が何もしない嫁だというのは嘘であることなど全て白状した。帰宅した私に向かって夫はみんなの前で謝罪。幼馴染二人やママたちからこってり絞られてかなり反省したようだ。一方で翔太はリエさんがあやしてくれたおかげですっかりご機嫌になっていた。それからの夫は少しずつ子育てに参加するように。友達の前で変な嘘はつかなくなって私の悩みはなくなった。夫も私も本当にいい友人たちに恵まれたと思う。これからもこの関係を大切にしていきたいな。ご視聴ありがとうございました。また見てね。